スの DNA 研究所の岡本です。今日はカズサアノテーションという昨年度から統合データベースのプロジェクトでカズサの方で取り組ませていただいているアノテーションのちょっと新しい試みに関して喋らせてもらいます。まず、最初に今日喋ることですけど、カズサ DNA 研究所のご紹介、多分知らない方なんかいっぱいいらっしゃると思うので紹介させてください。その次、アノテーションとキュレーターと編集者っていう、なんか話をします。最初お題をいただいた時にアノテーターとは何ぞやということを喋れということだったので、なんかそれっぽいことを喋ります。で次に、うちでやっている、アノテーションをより高度にしていく取り組みについて、オープンアノテーションの取り組みについてしゃべらせてもらいます。で最後に、実際どういう感じになっているのかっていうのをさらっと喋ろうと思ってます。まずカズサ DNA 研究所なんですけれども、千葉にあります。千葉です。千葉国体で、これは流行ってるのか流行ってないのか知らないですけど、一応スイカとかのデザインしてる、坂崎さん、有名人キラン社金で、ここにあります。これがカズサ DNA 研究所が、木更津の、かなり山の奥の中にあります。ちなみに、千葉県はなんか犬が好きみたいで、千葉県っていうこういうマスコットもあります。どういうんですけど、で、これが山の中にある秘密研究所、カズサ DNA 研究所なんですけれども、会所は多分オフィシャルには1994年から開所していると思います。で、スタッフは大体技術員まで含めて150人ぐらいの方が働いています。で、ユニークなところとしては財団法人で、ほぼ今だと7割か8割ぐらいまだ、千葉県の予算で、動いているというのが、国の機関でも何でもなくて千葉県の予算で動いているというのがかなりユニークな研究所です。で、雑誌として DNA リサーチっていうのも発行してまして、カズサはゲノムシーケンスの決定機関でもありまして、ゲノムを決定したものっていうのは全部この DNA リサーチに、発表してますので、かなりインパクトファクターが高い雑誌も出してますよという感じで、紹介させていただきます。で、実際どういうプロジェクトをやってきたかっていうと、例えば、このように、最初、1996年に光合成をする微生物のシアノバクテリア、後でたくさん話ができますけど、この、シーケンスを決めました。これは世界で、全ゲノムが決まって3番目で、もちろん光合成生物の中では、1番目というエポックメイキングな仕事でした。その後、アラビドプシスや、マメ科の植物とそれに共生するバクテリアとか、ユーカリとかトマトとかっていうシーケンスを次々と決めて、国内より国際的にはかなり植物と植物関連生物のゲノム解析では、有名な研究所です。で、ファシリティとしてはこのように、たくさんシーケンサーが、数十億円分が並んでいる。で、実験のファシリティが半分くっついていて、ガンガンシーケンスが出てくるような感じになっていて、それを、次々と解析する。シーケンスと情報処理が一緒になっている、研究所です。カズサの、紹介は以上なんですけれども、で、そういうような、カズサでは、日々、アノテーションという作業が、行われているわけなんですけれども、でアノテーションというのは、ご存知の方は分かると思うんですけども、大きく分けて2つあります。で1つは、ストラクチャーアノテーション、ゲノムの構造をアノテートするっていうことと、あとファンクショナルアノテーション、先ほどボーノさんから、説明がありましたけれども、いろいろ生物学的な機能をアノテーションするという2つのアノテーションです。でストラクチャーアノテーションというのは、大体どういうかとかっていうと、さっき言ったようなシーケンスのファシリティから、ATGC の配列がまあ出てきますけど、そのままでは、なんか暗号というか、どこに遺伝子があるのかもわからないので、このようにいろいろな、ブラストサーチとかかけたりとか、遺伝子を発見するようないろいろなツールを使って、どこに遺伝子が隠れているのかっていうのを見ている。で、最終的には人間が目で見てやって、遺伝子構造をここに、CDS や ORF があるよっていうのを、抽出してやるっていうのが、この、ゲノム構造アノテーションです。で、もう一個はファンクショナルアノテーションといって、遺伝子領域が決まってアミノ酸にこう翻訳したら、例えばブラストとかをかけてやって、そのヒットとか、例えばベストヒットがグローバルブルー、リビキノン、バイオシンセスなんとかっていうんだったら、これをコピペして、例えばシミラーとこれに似てるなとかって言って、ファーストファイルで出来上がりみたいな感じに、機能を
アノテートするみたいな機能アノテーションと大きく分けて2つあります。まあ、そこでアノテーションをする人をアノテーターっていうわけなんですけれども、ちょっと最近まあキュレーターっていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんけれども、ちょっとそこをこだわって使っています。例えばじゃあアノテーションっていうのはどういうことかっていうと、まあ、辞書ウィキペディア聞くと、アノテーションは、まあ、なんかこういろんなドキュメントとかそういう、文章のフラグメントからこうエッセンシャルな情報を取り出してくることで、アノテーターっていうのはそういうことを、まあ、注釈をつける人ってなってるんですけれども、キュレーターっていうのは実際どういう人かっていうと意外 と、あまり日常で使われる言葉じゃないでわからないと思うんですけども、キュレーターっていうのは、まあ、ここに書いてあるのは、まあ、なんか図書館とか博物館とかそういうところで専門分野に関するスペシャリストで、そういう情報を、ある視点に沿って整理したり広めていったりするような人らしいです。で、まあ、特徴的には、大体、海外ではそういう人はPhD、ドクターとか、まあ、小さな機関ではマスターぐらいの、感じの専門性を持っている人ということで、なんとなく、我々は、アノテーターっていうと講義にこうアノテーションする人なんですけども、その中でも専門家であるキュレーターっていうような人を育てたいなというのは変ですけど、そういう人と一緒になんかよりアノテーションを良くしていきたいなというような思いがあります。で、キュレーターについてもうちょっと調べると、例えばウィキペディアでは、日本語のウィキペディアでは、こうさっき言いましたように欧米の図書館、博物館、図書館公文書のような蓄積施設で、施設の収集する関係に研究を行って学術的な知識を持って業務管理を行う専門職っていうことなんですけど、日本だと多分学芸員っていう言葉になると思うんですけども、ちょっとやっぱり海外のキュレーターっていうのと日本の学芸員っていうのは、かなり、イメージが違うみたいで、実際問題として海外の場合はキュレーターみたいな専門職っていうのはほとんど大学で言ったら教授と同じぐらいの専門性を持っているんですけども、日本の博物館の学芸員の方っていうのはやっぱりちょっといろいろな雑務とかもこなさなきゃいけなくて、そこまで専門性がないというような感じでした。しかし最近、やっぱり日本でもこういう、キュレーター、まあ、これ長谷川さんという方ですけれども、このキュレーションをするキュレーターの人に対してお客さんが集まるみたいな流れがこうできてきてて、この方はもともと京都大学の経済学部かなんか出たんだけど、確か、東京芸大かなんか入り直して、美術が好きで、それで海外とかに留学して金沢21世紀現代美術館かな、かなんかの立ち上げのキュレーターのところで、まあ、140万人ぐらい、普通現代美術館とかっていうと人集まらないんですけど、この人が企画して人集めて、去年、東京現代美術館、あそこの品川の不便なところにあるところですけど、あそこに引き抜かれて、こういう展覧会をやってかなり大成功したような、こういう、キュレーターっていう人が名前が先に出てきて、こういろいろ専門性でやるような人が出てきました。で、ただまあちょっとまだこれじゃ分かりづらいんで、僕の中で、キュレーターのイメージっていうと編集者かなって思います。編集者っていうのは、まあ、いろいろ編集者っていうのはちょっと広いんですけれども、ウィキペディアで編集者って聞いてみると、おっと思ったのが、編集が社会的に意味を持つのは専門家の世界から他のジャンルの専門家あるいは専門家でない人に一を連携させるところであるところにあるって書いてあるんですけれども、例えば雑誌の編集とかっていうのは、まあ、あまり表には出てきませんけれども、いろんなこう、暮らしの手帳とかあると、今編集長変わって、松浦さんかな、あとこうワイヤードジャパンとか小林さんとかいう感じで、あとロッキングジャパンは、渋谷陽一とかいう感じで、そういろいろな、まあ、専門性はあるんですけど、そういう分野からいろいろなものを取ってきて、ある方向性を示してまとめて、まあ、より多くの人に知識を流通させるみたいなところで似てるなというふうに考えています。で、無理やり、雑誌編集者とゲノムキュレーターっていう感じで考えてみると、こう編集者がここにいるんですけれども、例えば物を書くライターさんとか、写真家さんとか、芸術家の人とかデザイナーの人とかクリエイターの人のいろいろなそういう専門性の人の中からあるこうパースペクティブでこう雑誌っていうものを作って、それをまた、それぞれ興味あるようなより広い人に広げていくっていうような視点です。で、それを、ゲノムと考えると、キュレーターっていうのは、まあ、例えば
主に生物学者が出すようなコンテンツとか、まあ、情報生物学者が出すようなコンテンツもあるんですけれども、そういうのをあるパースペクティブでデータベースにして、またさらに、こういう人たちによりよく利用してもらうような人っていうイメージで、そういうようなことが、できていったらいいなというふうに考えています。で、まあ、ゲノムのアノテーションなんですけども、先ほどボノンさんからも話がありましたように、実際は、現状でものすごいリソースが投入されてデータベースもたくさん作られているし、アノテーションやエキストランというのも行われているんですけれども、意外と不十分です。で、我々は統合データベースのプロジェクトに先駆けて、昨年度に、主に、我々がやったのは植物の分野ですけれども、データベースとかがどういうふうに使いづらいかっていう調査をしました。でその結果、まあ、いろいろなこう実際に使っているユーザーさんからの声が上がってきたわけですけれども、まあ、その一つ、特にゲノムアノテーションに関して言うと、例えばこういうふうにゲノムのシーケンスを見てて、いろいろなこうアノテーションがこうついてる、でユーザーさんこう見てるわけですけれども、こう見てると、まあ、やっぱ専門家が見てると、あれこれ違うんじゃないとか、例えばこっちにはもっと新しいペーパーが出て、これ入れ替わってるよねみたいな、こういう、これさっき言った穴、ウォーノさんが言ってた穴っていうことですけれども、こういう間違いとかは見つかるわけです。でもなかなかそういうのはこうすぐには反映されづらい。まあ皆さんよく学会とかに行くと、実はここのデータベースのここが違っててねみたいな感じでちょっと自慢げに喋ってらっしゃるとかするんですけど、だったら教えてくれよとか思うんですけれども、まあ、そういう感じで、まあ、実際には連絡しづらいとかいうようなことがあるらしいみたいです。できれば違うと思ったらすぐにこういうのがこう反映されてったり、ここがこう思うんだとか言って、こうだああだとか言ってこうだんだん喧嘩になったりとかして、おおとかって盛り上がったりとかして、こう炎上とかしたら、まあそこの遺伝子とかは、まあ、結局放っととかいうのが分かるわけですけれども、そういうような結構インタラクティブにユーザーさんとの間の、アノテーションがやり取りできるような仕組みっていうのは、かなり重要だということが、昨年度の調査で感じました。で、まあ、そのような、いろいろある限られた人たちだけがアノテーションをするだけじゃなくて、そのゲノムのアノテーションをマニュアルでいろいろやっていこうよっていう試みっていうのは、まあ、世界中でいっぱい行われていて、まあ、ここにいらっしゃるボーノさんとか、まあ、何人かの方は、マウスとか人とかでそういうプロジェクトに携わっていらっしゃいますけれども、そういうような例えば、まあコミュニティ型のアノテーションとか、まあ、研究者コミュニティでアノテーションしていこうみたいなのは、いろいろな、モデルが提唱されています。で例えば、まあ、ミュージアムモデルっていうのは、先ほどから言っているキュレーターみたいな専門家の方、少数生の専門家の方がいて、その人の審美眼で、いろいろ情報を取りまとめて、きれいなものをアノテーションしていくっていう方法であるとか、まあ、ジャンボリーモデルっていうのはまさにボーノさんやったのかな、ファントムみたいな感じに、世界中の研究者をある時期一箇所に集めて、わーってこう喧嘩させて、まあ、来て、そういうふうに決めたんだからそれいいでしょうみたいな、まあ、お祭りですね、そういうようなタイプのモデルであるとか、あと、これはコッテージインダストリーっていうのは、どうもなんか問屋製金工業みたいな、専門家をこうそれぞれの場所にいながら、こう細々とこうそこのところでこうやってもらうみたいなモデルですけど、まあ、そういうようなモデルとかがいろいろ提唱されています。で、我々が考えるのは、こういうようなさまざまなアノテーションモデル、まあ、もちろん一長一短もありますし、いろいろなフェーズでこういうのが必要とかできるとかできないとか予算的なものもあるので、さまざまなスタイルのアノテーションモデルをバランスよく回していける仕組みを、なんとかこう最近発達してきたウェブとかの技術で作ってやれば、もうちょっといいアノテーションができるんじゃないかなということを考えました。で、それで、まあ、それをちょっと体現するために、我々は、まあ、カズサ DNA 研究所でシアノバクテリアっていうのは、まあ、世界に先駆けてこのゲノムを決めたこともありますので、それをモデルにちょっといろいろな、フィジビリティスタディというかケーススタディをやっていこうということになりました。でシアノバクテリアについてざっと説明しますと、シアノバクテリアっていうのは原核生物です、バクテリアです。で、酸素発生型光合成のモデル生物、酸素発生型光合成モデルっていうのは、要するに高等植物の葉緑体ですね、の元、要するに元、今共生説っていって、あるすごい昔にこのシアノバクテリアが何らかの生き物に食べられたんだけど、消化されないで共生が関係が発生して高等植物になったっていう意味での葉緑体の、祖先です。で、
世界中でものすごく研究されているんですが、光合成のモデルとして。で、まあ、上総が決めました。で、たくさんの、ゲノムデータが、そういうわけで、まあ、地球の酸素発生で海の中にいっぱいいるんですけれども、アマゾンの森とかよりも、まあ地球もっと海の中にいるシアノバクテリアが地球の酸素3割ぐらい発生しているという話もあります。ということで世界中で40種類ぐらいのシアノバクテリアのゲノムデータがガンガン読まれています。で、さらに、まあ、モレキュラバイオロジーとかできるので、まあ、いわゆる最近のオーミックス、マイクロアレイであるとかプロテオミックスであるとか、そういうようなデータも蓄積しています。ということから、まあ、この辺を、ユースケースにいろいろなノーテーションをやっていこうということです。で、今までのシアノバクテリアでのアノテーションの高度化の、試みなんですけど、取り組みなんですけれども、それは結構、カズサとかでもやられていまして、例えば1996年に最初にそのシネコシスティスっていうシアノバクテリアのゲノムが決定されたんですけれども、そのデータベースがリリースされました。で、その後、98年に、まあ、研究者の方たちがいろいろなこのシアノバクテリアのミュータントを作ったんだけど、それを登録したいっていうニーズがありまして、シアノミュータントっていうミュータントを登録するバンクを作りました。そこには一応そのミュータントのフェノタイプ、どういうこの遺伝子を壊すと、光合成ができなくなるとか、そういうような情報がこう自然言語で書き留めるような感じになっていました。で、そうこうしているうちにその、まあ、自然言語で書き留めるんだったらいろいろメモを書きたいみたいな感じになって、ミュータントのバンクみたいな感じだったんですけど、シアノジーンズっていう名前に変わって、これはまあ、何のことはない遺伝子に対する自然言語によるアノテーションで、計らずも1998年という結構早い時点でユーザーが自由に書き込める、まあ一応 ID 登録はいるんですけれども、書き込めるようなデータベースをカズサでは提供してきました。これは先ほどのモデルで言うと、まあ、問い合わせ金井工業みたいに専門家の方がちょっとシコシコ書いてるみたいな感じだと思います。これが多分今、延べで1400ぐらい蓄積されています。で、それ以外に、これらで蓄積したデータを一度京都大学の研究っていう、まあ、結構大きな、金井研究室、僕が前、この前のポストドクで勤めてたんですけれども、その結局にお渡しして、 CYORF っていういわゆる、コミュニティ型、研究者が自由に書き込めるタイプの、アノテーションのデータベースが立ち上がりました。2002年です。で、何度か3回か4回ジャンボリーをやって、まあ5、60人の研究者をぎゅっとこういう部屋に詰めて、パソコンの前で、専門家の人がこう論文読んでアノテーションするみたいのが、まあ、ここに結構現在も稼働して蓄積されています。で、こういう背景もあるので、さらにより充実したアノテーションっていうのを、やっていけないかというふうに考えました。で、どういうことでそういうのを実現していこうかっていうと、まあ、最近、結構いろいろな、コミュニティで取り入れられているオープンアノテーションっていう方法でできるんじゃないか。で、オープンアノテーションっていうのは、まあ、一概には言えない、すごい定義があるわけではないと思うんですけれども、まあ、一応お仕組みを、さまざまなアノテーション様式に対応できる仕組みを用意してあって、皆さんどうぞアノテーションに参加してくださいっていうような、まあ、姿勢を表していると思います。で、ツールの開発もまあオープンにしちゃって、まあ、できたものも全部オープンソースで上げてっちゃおうと、うちの、研究所には中尾さんっていう結構オープンバイオっていうバイオロジーに関係する、ツール、プログラミングをオープンソースでやろうっていう、アクティビティの中心人物がいますので、そういうのも全部上げていこうっていうような感じで、オープンアノテーションっていうような取り組みでいこうと考えています。で、それの、実際のアノテーションの仕組みとしては、ソーシャルブックマークを使いましょうということにしました。で、ソーシャルブックマークは、まあ、若い方はご存知だと思うんですけど、一応言うと、まあ、このデリシャスとか、リグかな、リーゴとか、まあ、ハテナブックマーク、国産ですとハテナブックマークとか、俺は何だっけ、ライブドアクリップっていうような感じに、まあ、いろいろ最近、よく、なんかソーシャルブックマーク業界みたいなのができています。で、さらに、研究分野でいうと、サイトユーライクとか、まあ、お使いの方もいらっしゃるでしょうけれども、文献に特化したようなソーシャルブックマーク、サイトユーライクであるとか、この T って確かネイチャーかなだったと思うんですけれども、ネイチャーがやってる、文献に特化した、ソーシャルブックマークですね。で、国産だと、ちょうど我々と同時期ぐらいになんかセサミっていう
一応企業の方だと思うんですけど、ベンチャーみたいな方だと思うんですけど、方がやってらっしゃいますけれども、そういうみんなで文献に対するのをブックマークしてウェブ上でシェアしようっていう動きです。で、一応そういうのを入れ込んで、我々はなんかまあいろんなサービスをごちゃごちゃ書いてありますけれども、開発して、結果的にユーザーさん、例えば研究者であるとか、まあキュレーターの方であるとかが、こういろいろアノテーションで使いやすいシステムを作りましょうということで、やっています。で、本日はちょっと時間もないので、その中でアノテーションに特に、特化した、サービスであるカズさんアノテーションについてちょっと具体的に紹介させていただきます。で、ソーシャルブックマークの仕組みで、こう URL にタグ付けをするんですけども、それって結局アノテーションじゃんっていうことをに、考えに基づいてますね。どういう意味かというと、例えばこのカズサの、ホームページがあったら、まあ、ソーシャルブックマークのタグ付けっていうのは、このカズサのホームページの URL に対して、例えばここは千葉県だとか、卵巣を決めたとか、ミヤコグサっていう植物も決めてるとか、インフォセミナーが今度あるとか、こう後で読むとか、そういうのをペタペタこう貼っていけるようなイメージですよね、ソーシャルブックマークって。それをまたウェブ上でシェアできるというようなイメージです。で、じゃあ実際遺伝子のアノテーションをどうやるかっていうと、例えばここに、まあ、SLR0473 っていう ID が振られてる遺伝子があるとすると、これに、ページがあります。その URL があります。例えばこういう、SLR0473 っていう遺伝子のページの URL があります。この URL に対して、例えばこれは、ファイトクロームっていう名前の分子だよとか、CPH1 というふうな遺伝子名がシンボルがついてるよとか、別の研究者は HIC35 って言ってるよとか、パブメド ID の9278513に、文献情報が出てたとか、ミュータント作ったけどフェノタイプ見ようみたいな、そういうような、まあ、タグをジャガスカつけていけるような仕組みを作りましょうということです。で、こういう仕組み、まあ、結構シンプルな仕組みなんですけども、例えば GO、 いわゆるジーンオトロジーとかもこういうので表現できると考えていまして、例えば先ほど言った、この SLR0473 は CPH1 ファイトクロームなんですけれども、これは例えば GO ターム、コロンで区切ってあったら、これは GO タームと認識するようにして、これはレスポン GO タームではレスポンストゥーレッド、オアファーレッド、ライトに関するものだよとか、まあ、ジーンオントロジーでは、バイオロジカルプロセスであるとか、エビデンスコードはインファープロムダイレクターセであるとか、まあ、そうこういうようなことも、つけていけるだろうというふうに考えています。で、今回はでも、まあこういうちょっと GO とかに準拠するとか複雑なことはやらずに、まず最初フィジビリティスタディとして、もうちょっとシンプルなことを考えました。で、対象の生き物はシネコシスティス、SPPCC6803 っていう、まあ卵巣の一種、その数差が1996年に世界に先駆けて決めた生き物です。で、まあ多様なデータが先ほど言ったようにありますので、まあさらに多様なアノテーションも先ほどの歴史から言ってありますので、これを、一応フィジビリティスタディにしようかなというふうに考えて行いました。で、この生き物の、昨年の7月時点で、アブメドでこの生き物に関する文献を検索すると約1200個出てきました。まあ、なのでとりあえずこの生き物のこの1200個全部の論文を全文読んで、でなんか入れちゃおうとような感じのプロジェクトを決めました。で、やっていることは、まあ、ジーンインディクセングって名付けてるんですけれども、まあ、遺伝子と文献情報の関連付けです。で、実際にはどういうことかというと、例えばここに文献があると、まあ、ちょっと見にくいですけど、例えばアブストラクトにこう遺伝子名とかがこうちょんちょんちょんと出てくるわけですね。で、したら、この遺伝子名はアブストラクトに出てきたとか、例えばイントロにこう遺伝子名があったらこうイントロに出てきたとか、フィギュアのナンバー1とかにあったらフィギュア1とかに出てきたとか、テーブルに出てきたとかっていうように、文献のどの部位に、遺伝子名がどの遺伝子名が出てきたかみたいなのを全部、全文に対して、抽出しようというのをジーンインデキシングというふうに名付けて行っています。で、実際にタグではどういうふうに入るかっていうと、例えば先ほどの SLR0473 だと PubMed ID のこの文献のイントロに出てきた、リザルトに出てきたとか、ディスカッションにも出てきた、テーブルにも出てきた、フィグ1に、13に出てきたみたいな、そういう、シンプルなデータがじゃんじゃん入っていく感じになります。で、これをやっていくことの狙いなんですけれども、
まず、当然ですけれども遺伝子と文献の関連性は、定性化できます。その次に、ある文献の中から同じ遺伝子に対して何度も何度も、イントロでもリザルトでもディスカッションでも、フィギュア1でも2でも3でも、繰り返し出てくれば、その文献はその遺伝子に対して、まあ、かなり重要なことを言っているだろうというような類推定量化ができるだろうというふうに考えました。あとは、同じイントロの中に出て例えば同じイントロの中に出てくる違う遺伝子、まあ、狂気に出現する遺伝子っていうのは、まあ、何らか生物学的に関連性がありそうだというふうに考えられるんじゃないかというふうに考えました。でさらにその文献から、人間が見ればこれはシアノバクテリアの遺伝子について例えば CPH1 って言ったら言っているって分かるんですけれども、それをまあ自動化しようとすると意外とその辞書を作ったりとか大変です。まだで、こういうことをやった後にできた辞書を使って、まあ、その先はこういうことを自動化できるんじゃないかというふうに考えています。で現在までの進捗なんですけれども、一応その1200本あるやつのうちで、853本のペーパーが入力済みで、データエントリーさっきのタグみたいので言うと32150タグっていうかエントリーですね、タグではないエントリーで、入ってます。それ以外に、例えばオーミックスのデータでカズサが、実験したタンパクタンパクインタラクションのデータとかもありますので、その生データを全部パーズしてダーッと、ブックマークで入れたりとか、あと先ほど出てきた CYORF という、研究者の方がシコシコ入れたデータもザーッとパーズして入れたりとかしているような状況です。これを、昨年の9月から、今3月3日現在でこれぐらいの、スループットでやることができて、で実際のこのカズサアノテーションのツールなんですけど、今、アルファ版で絶賛公開中、いろいろまだ問題があると思いますけれども、一応見ていただくことができます。で、こういう画面になっていて、こういう、まあ、いわゆるタグクラウドみたいなのも見られますし、いろいろこう入れていくためのツールとかも用意されてて、こう入れると保管機能とかがあったりとかします。で、これはまあちょっとこれは皆さんに公開してないんですけれども、裏では、キュレーターの方が、こう論文をトラックっていうシステムで管理していて、チケット1枚に論文が1個登録されていて、それを取って、逐次入れていったり、その下に分からないことがあったら質問したりとかして僕が答えたりとかしてというような感じで、チケットで管理して、こんな感じでマニュアルのアノテーションが進んでます。で、結果です。結果というか、まあ、そこからいろいろちょっと、今回のために少し遊んでみたんですけれども、例えばこれはフォトス、光合成の光合成システム2の、部分の、まあ、主要な9個のタンパク質から釣ってきた文献との、まあ、ですけど、まあ、なんか美しい、とりあえず219の濃度と、まあ、763H から書かれてます。で、まあ、上がこれジーンで、まあ、適当にH のディグリーからこう釣ったんですけれども、でこう下が文献になります。だからこの、遺伝子について知りたければ、まあ、この辺読めばいいとかいう感じです。でこれあの KEG の、パスウェイに重ねるとこういう感じにそれぞれ、このタンパク質と対応しているみたいな感じになります。でもうちょっと細かい話をすると、例えば、この丸が遺伝子で、この四角が文献なんですけれども、これらの遺伝子は、こういうように文献を介して、つながっていっているということが分かります。でこの例えばこの、遺伝子と文献の間にはこの文献の中にこの遺伝子が何回出てくるかっていうのが定量化されてますので、こういう感じに H の太さでそういうのを表して、例えばこの太いのとこの遺伝子文献はかなり、強固に関係性があるという感じに見ることもできます。でもうちょっと詳しく、中身を見てると、例えばこの文献はこの遺伝子とこの遺伝子とこの遺伝子をつないでますけれども、その中身はどうつながっているかというと、この遺伝子はこの文献に対してアブストとイントロとマテメソとリザルトディスカッションとテーブル1とフィギ12345に出てきています。つまり、10個出てきているわけですね、要素として。で、例えばこれは8個これは4個みたいな感じで関係性を表せて、さらにこの同じ文献の中でこの、遺伝子とこの遺伝子は8箇所同じところに狂気に出てきているので、それぐらいの強さでこれとこれが関係しているかなみたいな見方もできます。これとこれは異本、これとこれは異本という話の見方ができるというものが今データとして入っています。まあ、これの意味の解釈はまた、今後の解析が待たれるというか解析していくわけですけど、で実際これは、例えば
このピンクのところが CYA1 というサイクリック NP を作る酵素で、これがそのサイクリック NP をレセプトするプロテインで、この下これが転写因子でこの下の遺伝子をアクチベートするというような感じのバイオロジカルミミングになっています。で、こういうのをまあバイオロジカルな論文から取ってくると、まあ、こういうふうなスキームの絵が描かれているやつが先ほどの文献を介して表現できると。でこれ実はまあ細かくごちゃごちゃ言ってるのは僕が、学生の時から10年ぐらいいた研究室で、まあ10年ぐらいかかって先ほどぐらいのカスケード、生物学的な遺伝子がこれぐらいの人によって明らかにされてきたところにいたので、まあ、経緯が全部分かってます。バイオロジカルにどういう発見があったか。ですから、まあ、そういうところを鑑みながらいろいろな先ほどの、ディグリあのエッジのパラメータをどれぐらいのところのスレッショルドを何個つながってたらどういう生物学的な意味があるかなみたいなのをちょっとチューニングしていこうかなと今考えています。まとめます。現在カズサでは、高度情報集積データベースを開発していて、オープンアノテーション支援ツールの開発を行っています。で各サービスは、絶賛限定アルファ版の公開中です。でゲノムアノテーションの情報の蓄積と高度化に関しては1生物全論文全文で、ジーンインデクシングっていう、アノテーションを行っています。で、まあ、これは、情報学的にああいうので遊んでもらうリソースにもなると思いますし、ゆくゆくは生物学の仮説デザインへの利用をできていったらいいなというふうな考えでいます。まあ、それ以外にも、今日は紹介しませんでしたけど、オープンアノテーションという考えを支えるツールとしていろいろ開発してて、例えば、まあ、いわゆる、ソーシャルブックマークですね、ブログ書いたりとか、研究者同士がこう、トピックで掲示板作ったりするようなものを作ってますし、ウィキペディアでそういう生物学的な議論がまとまったらまとめてもらえるような仕組みも用意してあります。あとそれらのこうサービスは全部今 統合データベースセンターで開発していただいている OpenID で一元的に、入れるような、仕組みも作っています。最後になりますけれども、これらのシステムは、カズ DNA 研究所の後ろにいらっしゃる中村研究室のアクティビティとしてやっていて、ほとんどのテクニカルな、開発はここにいらっしゃる岡尾さん、まあ、有名人なので知ってらっしゃる方もいると思いますけども、バイオルビーとかをやってらっしゃる中尾さんが、中心になって開発していただいています。で僕は主に、ああいう生物学的な論文を、入力していくところをオーガナイズしています。でキュレーターの方には今日いらっしゃっている方もいらっしゃいますけれども、今現在6人の方が、毎日論文を読んでどんどんデータを入れています。